蝶子洋、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 蝶ヤン、1919年10月17日から2005年1月17日は、中華人民共和国の政治家。第二世代の政治指導者として、中国共産党中央委員会副主席、国務院総理、首相、中国共産党中央委員会総書記などを歴任。1八十九年の天安門事件で失脚し、 2005年に死去するまで南京生活を余儀なくされた。現在の河南省か県桑村郷長州で不能の父、朝廷品の長男として生まれ育った。原名は、長修行だが、少年期にはすでに自ら長修行と名乗っていた。中国国民党を率いる中華民国政府が中国大陸を統治していた1932年に中国国民党と対立していた。 中国共産主義青年団に加入。日中戦争最中の1938年2月、中国共産党に入党した。国境内戦終結後の1949年の中華人民共和国成立後、関東省党委員会第三書記などを歴任。大躍進などの失敗で香港に逃げ込んだ人民に対し、自分たちが彼らを食べさせられないのだから仕方なと。 発言し、英国政府に送還された彼らを厳しく責めることはしなかった。農家を視察し、政策の失敗を目の当たりにしていたからである。農村における調整政策として三次一報などを実行し、関東経済は若干好転した。1966年4月の第8期11中全会で、当中が政治局常務委員に昇格し、中央入りしたため、 46歳と当時最年少で、関東省当位、第一初期に就任する。ところが当中は、間もなく当省平の代理として打倒され、長子様も関東における、当中の代理人として、批判を受け、失脚した。1971年に復権し、関東省省庁、四川省省庁、当位、第一初期などを務めた。特に百七十五年から五年間、 四川省当い第一初期時代に四川経験と呼ばれる経済改革を実施し農家経営受け追い制を導入し四川省では農業生産が飛躍的に向上した万里が遠い初期を務めていた安記省とともに農村改革が進んでいたため米が食べたければ万里を探せ飯が欲しければ長仕様を探せという言葉までできて流行した これらの経済運営の実績を当昌平に注目され抜擢されることになる。この農家経営受けおい制は後に中国全土で導入され、中国は農業生産校で世界一となった。第10期中央委員、1977年8月の第11回党大会で中央政治局候補委員。 1979年9月の第11期4中全会で政治局委員、1980年2月の第11期5中全会で政治局常務委員、4月には国務院副総理と着実に昇進を重ねる。1980年9月の第5期全国人民代表大会第3回会議で、過国法に代わって国務院総理に就任。 当総初期の雇用法と共に、党昌平を支える、車の両輪と称せられた。天が落ちてきても二人が支えてくれると当時の党昌平に言わしめるほど、党の二人に対する信頼は大きなものがあった。1981年6月の第十一期六中全会で、党中央委員会副主席に選出される。1987年1月16日の、 政治局拡大会議における雇用法の解任を受け、総書記代行に就任し、10月20日の第12期7中前会において追認された。さらに、同年11月2日の第13期1中前会で、党総書記、党中央軍事委員会第一副主席に選出された、党内序列第一位。経済政策に専念していたかったが、他の誰かがやるよりは、 自分がやった方がマシだと思ったと後に解雇している。公認の総理には自身より若い者を指名すると記者団に明かした。当時、長子陽より若い副総理は、李鳳か滝雲の二人で、李鳳を指名することになった。本来は、楊一林に任せたかったが、年齢を考え見送られた。1988年夏、東昇平が行った、 価格改革を契機にハイパーインフレが発生。長氏王はその責任を取り、総書記就任からわずか1年で、経済政策を保守派の李法、要移林に譲ることとなった。1989年4月、北朝鮮を公式訪問中に留守を預かった、李法や保守派の誇張された報告を信じた、東昌平が、人民日報に掲載させた、岸鮮明に動乱に反対せよ。 4.26社説で学生運動をどうと表現したことに対して論調を和らげるよう主張し、帰国後から当小平や、理法らと撤回、軌道修正をめぐって論戦になった。5月3日の5.4運動70周年、記念式典では学生たちの愛国心を評価し、翌5月4日にはアジア開発銀行理事会総会で、 学生たちの理にかなった要求を民主と法律を通じて満たさなければならないが国の法制度の欠陥と民主的観察制度の不備が腐敗をはびこらせてしまったなどと演説した。後者は秘書でありブレーンのアワビが起草したもので政治局常務委員会や党中央初期どころに見せる、来なく発表した。北京市長、当時の陳起動は5月8日の 政治局常務委員会会議で4.26社説の精神と一致しないと指摘したが、長は間違っていたら責任を取ると反論した。アジア開発銀行理事会総会における演説は政治局常務委員や長老の反応もまずまずであり、でも沈静化に一定の効果もあった。15日にミハイル・ゴルバチョフの訪中を控えていたこともあり、当昌平は 長使用の要求する4.26社説の論調を和らげることを考え始めたが、5月12日には翌日から学生が絶食を始めることが分かり、長の恩恵戦略は事実上破綻した。10日の政治局会議で対話路線をスタートした矢先の出来事で、ゴルバチョフ法中までに天安門広場の選挙をやめさせることはできなかった。ゴルバチョフと会見に臨んだ、超使用は、 当日、人民大会堂での会見で記者を前に、と、最終決定権が、東昌平にあることを明かした。東昌平に、局面悪化の責任を負わせる意図があると見られ、また周囲も、そのように感じた。この発言で、東昌平と、張司陽の関係は破綻した。十六日夜の政治局常務委員会でも、張司陽は依然として点二六社説の修正を、主張したが、 教席、古経立ら、長子用に近い常務委員や洋商婚、薄いっぱも難色を示した。17日、朝から当商兵の指定で政治局常務委員会が開かれ、前日同様に常務委員5人と洋商婚国家主席、薄いっぱ元老の2人が出席したが、柔軟路線に賛成する者はおらず、鄧商兵合併金に戒厳令を発令するよう提案した。 常務委員会の採決では、李法と楊議林が賛成、張氏洋と固慶立が反対し、教席が危険したため、東昇平に委ねられた。張は、東中央を代表して、学生たちに絶食を中止するよう求める文章を、人民日報に掲載させたが効果はなかった。18日、東昇平が八大元老と意を示し、体調を崩した、張氏洋を除いた、常務委員。 こう学ぶ里氏、劉火生、旗はじめいら中央軍事委員会委員との会談で、戒厳令発令を決定し、席上の長子葉に対する批判が相次いだ。19日午前4時、長子葉は天安門広場で絶食を続ける学生たちの前に、向かい、我々は来るのが遅すぎた。申し訳ないと声を詰まらせながら、約8分間、拡声器を手に、 学生たちに絶食をやめるよう呼びかけた。長子葉が公の場に姿を見せたのは、これが最後となった。午後10時から開かれた戒厳令を布告する大会には、体調不良のため欠席した。その後、6月3日から翌4日にかけて、デモ隊は武力弾圧された第二次天安門事件。6月23日、24日の両日に、 開催された第13期4中全会で動乱を指示し、党を分裂させた調子用は、党総書記就任直後から4つの基本原則から逸脱し、ブルジョア自由化に寛容だったとされて、党の全職務を解任された。党籍のみ、そのままとされた。自宅南近下に置かれた者の,の外出は、比較的自由にでき、趣味のゴルフなどを楽しんでいたが、 1997年9月、第15回党大会の主席団に、天安門事件の再評価を求める書簡を送った、後には、来客が追い返されたり外出を制限されたりした。失脚直後から、長年の友人である、双方なるがたびたび寄候師として訪れ、談話をまとめたものが2007年に、香港で出版されている。一説には、東昇平は、 64天安門事件で、武力弾圧に反対した罪を認めるなら、復帰を許すという手紙を、長子用に3度送ったものの、長子用は、反対は信念に基づいたものとしていずれも拒否した、言われている。沈運、李千年らが推薦した後継者の江沢民総書記が、うこさ弁する様子を見て失望したという。その後、呼吸器系統などの病気を患い、 北京市内の病院に入院していたが、2005年1月17日午前7時1分、北京時間病院で死去した。何度か、香港市で死亡説が流れたが、その度に中央がデマであると、わざわざ取り消すほど気を使う人物でもあった。死の直前にも、死亡説が香港市から流れ、それを当局が打ち消している。失脚の理由から、葬儀や埋葬の問題で、 遺族、党、長老との綱引きが見られたが、葬儀は、党中央が主催し、八宝山に埋葬されることになった。新華社の死亡記事では直接経歴を触れておらず、ぼかした表現になっているが、外交部の高専報道官の言葉を借りれば、党内で結論が出ているとなり、現時点における再評価は考えられない。2008年12月。 世界人権宣言の60周年に合わせて、作家を起草者として、長のかつてのブレーニーや教授、作家、法律学者、新聞記者などが、共産党の一党独裁体制の集結及び、民主化、人権の改善などを求める内容の08検証をインターネット上に連名発表する事件があり、死後も思想的な影響力が残る。 2015年11月20日に中国国営中央テレビが放映した雇用法の生誕100周年記念番組では雇用法の党総書記就任を伝える1982年9月13日付の人民日報の一面が映し出されたがその紙面にあるはずの雇用法、要建英、当昌平、張司用の4人の写真のうち張子用の写真は外され 2000年の写真に差し替えられていたと報じられた。1989年5月19日に、長子葉が学生に話した内容については、ウィキクオート参照のことと、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。